にちは、佐藤博です。滑舌悪いな、俺最近。あ、そういえば、皆様のおかげで、皆様のおかげ違うな。4月3日に私、誕生日を迎えまして、無事22歳となることができました。ありがとうございます。そこでね、ツイッターの方であったりとか、いろいろ、リプをくれた方々、本当にありがとうございました。なんか初めてこう、パソコンでツイッター見てたら、通知の欄が99プラスっていう表示になって、すごいびっくりしたんですけど、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。先日、硬水と軟水を比べたかったっていう、なんかクソバカみたいな動画があったと思うんですけども、今度こそ本当にちゃんと調べて硬水買ってきました。こちらのね、エビアンってみんな知ってると思うんだけど、これは、硬度が 304mg パーリットルっていうことで、ミネラルとかの成分がすごい多いやつです。はい。ちゃんと調べたらエビアンは硬水ってネットにも書いてありました。ということで本日は先日間違えて買ってしまったイロハスと比べて味の違いだったりとか舌触りがどうなのかっていうのをちょっと調べてみたいと思います。うん、普通にお水。はい、一方こちらのエビアン、採水地はどこかと言いますとフランスですね。フランスのお水でございます。フランスからはるばる空を飛んでこっちまで来たってことだな。うん、あ、ということでこちらのエビアン、これは硬水なんでちょっと飲んでみましょう。あんま分かんねえな。あ、これは分かるぞ。これは分かる。え、分かんねえかも。え、じゃあこの前は3つだったんだけど全部軟水だったから、こちらの青いキャップにエビアン、こっちの緑のキャップにイロハスを入れて、もうシャッフルして分かんなくなったところで飲んで当てたいと思います。これは多分分かるんじゃないかな。飲み干した後の風味の違いが全然違うと思うんだ、多分俺の舌ではね。はい、もう本当に分かんないです。じゃあこっち行こうか。こっち、これ行きたいと思います。こっちですね。あー、来た、イロハス。なんで俺こっち選ばなかったの？動画的にやばくね？